朝一痩せてる。12g。はい、こんにちは、山沢です。あのね、今日からケトジェニックダイエットっていうのをついにスタートするんですよ。前から僕の Vlog 見てくれてた人なんかは、山沢イコールケトでいつも絞ってるっていう、そんなイメージあるかなと思うんだけど、で、ケトジェニックダイエットをね、簡単に説明すると、高タンパク、高脂肪食で、炭水化物をね、全く食べないダイエットをするんですね。って言っても1日 50g ぐらいまでの炭水化物は取っていいんだけど、それは全部野菜に含まれてるものだったり、まぁ、ちょっと調味料に含まれてるものだったりっていうので、米とかは実際に食べない。で、なんでこのダイエットするかっていうと、まあメリット2つあって、1つ目はとにかくお腹が空かない。1日1キロ近く肉とか魚食べるんで、むしろねケト初期は食うのがきついです。あと炭水化物とかタンパク質よりも人間油って一番消化吸収に時間かかるんで腹持ちがすごくいいんですね。で、2つ目のメリットは体重の落ちが良い。当然みんなさ、炭水化物取らなければもう痩せるってわかるじゃないですか。でもただ炭水化物を抜くダイエットしちゃうと、当然トレーニング中のエネルギーだったり脳のエネルギーだったり体を動かすエネルギーがないわけだから、糖新生って言ってね、今ある筋肉をこう糖に分解してエネルギーを作り出すっていう、そういうことが起こるから筋肉って落ちちゃうのね。だけど逆に糖質をもう全カットしちゃって油大量に摂ってると、人間油でも生きれるようになるんですよ。脂質ってね、こうケトン体っていう第二のエネルギー源になるんですけど、唯一その糖、ブドウ糖以外でも脳みそを動かせるのがそのケトン体なんで、まあ、ケトン体ダイエットですよね。もうエネルギー源を糖じゃなくて脂質に変えちゃえっていう、そういうね、こう体質を改善していくことで、しかもこれ気づきました、体脂肪って何でできてます？そう、油でできてるじゃないですか。脂質でできてるから、このね、脂質をうまく使える体になると、どん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 ね、この今ある脂肪をエネルギーとして使ってくれるっていうね。だから、めちゃめちゃ痩せます、要するに。ちょっと出かけるよー。これ持ってく。めちゃくちゃいい天気。もうケトなんで、一発目の朝食から、ステーキをね、300g 食べに行くんですよ。朝からお腹いっぱいっていうか、もう毎食お腹いっぱいになるよね。 300g なし。そう、ケトはねめちゃめちゃお金かかる。安くやろうと思ったら鶏もも肉だけでできるんだけど、基本ね使える調味料は塩と、まあこういうスパイス系。マジでね、MCT オイルってケトン体の生成量がすごい多いんですね。だし1日 30g を 5、6 回に分けて飲みます。料理にかけちゃってもいいし。ステーキからのコーヒーがルーティン化してる。食後のサプリたち、特にね、減量されてる方は体調崩しやすいんで、マルチビタミンはね、絶対飲んでください。あとはね、大量のタンパク質とか脂質を代謝させるのにビタミン B 群が欠かせないんですね。だしビタミン飲まないでケトとかやっちゃうと、多分ね、結構ニキビとかできます。あともちろん痩せにくいし、まあいつものことながらね、めちゃめちゃあります。大戸屋のね、コラボメニュー、今度ね、大戸屋から僕が監修した高タンパクで低カロリーのメニューが2品出るんだけど、今それの最終チェックをしてて、これね、みんなにほんとごめんなさいなんだけど、最初ね、東京限定らしいんですよ。でもさ、僕の YouTube 視聴者さん全国にいるのにさ、ね、東京しか出せないだと、僕がほんとね、心苦しいんだけど、最初ね、もしね、東京でこう、売れ行きが好調だったら、自ら交渉します。他の店舗にも出してくれって。そう、ちなみにこれが何食入れようが僕にお金が入ってくるわけじゃないから、本当にこれはただただ僕も大戸屋好きだし、みんなに食べてほしいっていう、まあそれだけです。本当趣味ですこれはね。今日ね、マイプロのね、インフルエンサーのイベントがあって、なんかものすごいでっかい運動公園みたいなのに来たんだけど、多分アンバサダー35人ぐらいいる。あ、マイプロのイベントなのにリフト来てる。おいおいおい、あマイプロのゴールデンウィーク商品、これ超うまそうなんだけど、ゴールデンキャラメル。あ、こんにち
ちは。近くですか。近いです。ちっちゃいから食べれそう。めっちゃうまいこれ。中キャラメルトロットロ。うまい。僕のチーム予選敗退しちゃったんですけどね。今シャトルランやらされてるから。やりたくないわこれは。これ飲んでみる。あ、うまい。梅なんだけど、このクリアホエイって乳感が全くないやつなんですよ。だからね、すっきりいいえみたいな感じの梅味。病み上がりサイヤ。病み上がって。大丈夫？そうだよ、大丈夫じゃないよ。肩掘りまくった。肩掘りまくって。そうだよね。ゲストでしょ。あれベンチ勝てんじゃね？いや、今俺は腹圧かけた時点でもダメだから。いや、そうだね。強いよ。今オフィスに来たんだけど、ちょっとねマシンのミーティングします。サンマーストレングス。うん。今ねマシン会議中です、スタッフたちと。まあ、ハンマーストリングス、ライフフィットネスとかね、まあ、レクスコ。結構僕が今ね、使ってきて思ってるのが、レクスコがね、めちゃいい。やっぱね、これ、本当にアジア人の骨格に合ってるんだと思う。韓国ナンバーワンブランドだから。あのね、細かなね、こう、高さの調整とか効くのも唯一これだけなんですよ。でこういう、まあ、トレッドミルとか、有酸素系は、まあ、テクノチブのままでいこうかなって感じなんだけど、マシンもね、まあ、この部分ブラックにして、全体的にマットブラックで結構かっこいい感じ。逆にそう、みんなに結構言われたのが、エニタイムと一緒じゃない方がいいっていうね。まあエニタイム、要はハンマーストリング使いたかったらエニタイム行けば使えちゃうし、なんかね、フィットプレイスでこう、マシンのこだわりというか、差別化したいなとは思ってるんですよね。ツボ、100ツボ、120、150。これがトレ1時間前セットね。脂質取ってから血管出てきた。あと、やっぱ絞れてる。青物横丁。今日ね、久しぶりのね、フィットプレイス青物横丁店。隣サイズだから。日中いい感じ。ついに。さすがにね、コンテストに向けて日焼けを解消します。僕いつもね、全く日焼けしてないイメージ多分あると思うんだけど、実はね、20回ぐらいスタロ入ってんだよね、毎回。それも白いっていうね。でもいくらスプレータンニングしても地が白いとステージで飛んじゃうんですよ。だから焼きたくないけど焼くしかない。まあまず10分ね。今日もね胸トレだからね、もう胸トレばっかやってるように思われるんだけど、まあもちろん全身やってるんだけど、ね、確かに胸と腕は今回かなり重点的にやってんのね。でフィジックってもこのフロントポーズ取った時のもう胸と腹筋が一番大事なんですよ。私ちょっとは改善されたんじゃないかな。これ筋トレ中はね、レイズの EA 35g 入ってるんだけど、ケト中って基本プロテイン飲まないんですね。飲んでも1回。なんでかっていうと、タンパク質よりも多く油取んなきゃいけないから、タンパク質単体で取っちゃうと油足んないんですよ。だからケトで減量する人とか特に EAA 重要です。筋トレ中の糖質も取れないから、EAA がね、筋分解を防いでくれます。これね、皮付きの鶏もも肉、味付けは塩コショウとね、これ久しぶりにこのシント使った。油しけるんだけどね。完成。鶏もも200、アボカド50、皮までパリパリにした。皮がうまい。こんなに脂っこいもん食って痩せますからね。そういった意味で簡単で、ちゃんとね、便通悪くならないように、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維、だからアボカド、キノコ、ブロッコリーとかね、そういうのは、ちょっと糖質入ってるけど、そんなに気にしないで食べて大丈夫。はい、今日も動画見てくれてありがとうございます。今日ね、フル食、2食しか映せなかったんだけど、この後サーモン200と卵あと4個残ってます。なので、こっからどんどんね、減量加速してってね、痩せていく自分を見せれるかなと思いますので、はい、みんなもね、減量されてる方、ね、バルカ中の方もそうだけど、筋トレ頑張ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。